ございます。アンケートが入ってるので、ご連絡を。前から詰めて教えてください。はい。新山明子さん、ゼロ票。じゃあ一気にいっちゃいましょう。あ、で、3位、映画浩二さん、4票。2位、D 川千佳さん、6票。子供を大事にしない自治体はまあいずれ衰退するんじゃないかって考えたか。選んだ理由が隣に大きな都市があって、うちの人口とか右肩下がりでどんどん下がってきて、人が若者が増える、住む町にしないと高齢化が進んで衰退していくなと思ったので。して前向きなと思います。じゃあ進んでますね。自然関係、観光関係、あとまあ研究機関が多いっていうので、あそこなんかいいところだな。久しぶりにしたんだけど、ごちゃごちゃしてるなと思って。この腕、魚の方に。特急が。そうです、そうです、これです。東京も割と近い。まず都会から人を呼んで、まずこの農業、でここをまず改善してもらい、あとこの。その野菜を使用した料理を振る舞ったり、あと それを使った商品開発をすれば、これが改善、全体的に改善するのではないかと思いました。観光を取り上げたんですけど、イベントとかロケ地が割と多いのに、県外にあまり知られてないので、そういうのをもっと発信していけばいいと思います。選挙は難しいものだと思っていたのですが、とても分かりやすくて選挙に行こうかなと思いました。難しいものだと感じていたんですけど、元は自分の町をより良くしたいっていう思いで政治も動いているので、すごく身近に感じました。ぜひ家族にも今日会ったこと話して一緒に投票とか行きたいなと思いました。今回のようにいろんな世代の人と、初めて会った人とも自分の意見を出す、相手の意見を聞く、それによってどうすればいいのかっていうのを考えることができたんじゃないかなと思います。18歳19歳の皆さんにもどんな世の中になってほしいか考えて、ぜひ選挙に行ってほしいなと思います。気がつかないところでもこうやっていろんな問題点であるとかいい点とか書き出すとですね、たくさんあります。こういうことに日々関心を持っていただいて、それを政治の場でも反映させていただきたいと、その気持ちを若い人たちに伝えてフィードバックしてほしいというふうに思っています。街を良くするために政治、選挙は大きな力になります。